こんばんは、フロントです。今日は深夜の徘徊ですが、ちょっとですね、満タンにガソリン入れてきました。GGR11 ガソリン満タンなんで、この満タンでどこまで走れるか、ちょっとそれをね試してみようかと思ってます。さて、行きます。あと300、200、5万キロちょうどがトンネルの中、掛川ちょっと越えた次のトンネル、名前は後で調べる5万キロ走りました。いやね、この GGR 買ってから、買ったのが4月だね。4月で5、6、7、8、9、まあ、ちょうど半年で、6000キロ乗りましたね。買った時は4万4000ちょっと言ってたかな、4万4000ちょっと超えたぐらいだったんですけど、あ、でも本当にね、中古で買った割にはものすごく調子のいい GGR で良かったですよ。まあこれからもよろしく。サービスエリア、痛い、かなり痛いし、相当しっかり降ってますね、雨が。やっぱり森町あたりね、浜松この間雨降ってたね、ずっとね。通過、ちょうど燃料計が半分のところを指しましたね。スリップメーター234キロ、はい、稲佐ジャンクション通過します。スリップメーターが、245キロです。燃料メーターもね、ちょっと減りが急に速くなりました。半分よりもちょっとこう削れた感じですね。やっぱり300キロちょうどぐらいかな、空っぽになるのか。空っぽメインだけね。いや、リザーブまで空っぽにしませんよ。ほんと高速道路ってそんなことになっちゃうね、困っちゃうんで。メインタンクがね、満タンで、どこまで走りますかっていう。はい、新城のサービスエリア通過です。あ、サービスエリアじゃねえや、ごめんなさい、新城の出口通過です。
リアを出てからちょうど1時間です。はい、長城なんだっけ、ちょっとサービスエリアの名前忘れちゃった。サービスエリア通過です。310キロ。まだノッキングはしてないぞ、してないぞ。でもそろそろやばいか。あー、吹けなくなってきた、吹けなくなってきた、吹けなくなってきた。リザーブに切り替えります。よいしょ。よいしょ。うわー。メインタンク311キロ。走りました。311キロでとりあえずメインタンク空っぽになりました。 TGR11 です。はい、じゃあとりあえずここから、
一番近いインターがですね、豊田南ってインターなんで、豊田南あと1キロ、ここをね、降りて、ガソリン給油したいと思います。とりあえず満タンでどこまで走れるか、やってみました。まあちょっとこんな、雨の中ね、馬鹿げた、動画撮ってみたんですけども、まあ、17リッターフルフルは使ってないのかな。でもまあガソリンタンクねフルで、まあ、東京名古屋まで片道はとりあえず行けちゃうという、うん、比較的やっぱツアラー寄りなタンクの作りですね。非常に良かったと思います。それでは豊田南インター降りてこの辺で動画を終わりにしたいと思います。さよなら。